では続いて取り上げる偉人は浅野長政です。またまた五奉行の一人で秀吉に絶対的に信用された政治家浅野長政の生涯をお話ししていきます。浅野長政生誕地まで 5.1 キロ歩きます。浅野長政は1547年に愛知県の安井家に生まれます。そして信長の家臣の浅野家に跡継ぎの男の子がいないってことで長政が婿養子に入ります。これがまあ身分的にものすごいジャンプアップだったんです。浅野家の方が圧倒的に身分が高いんです。でも浅野家の当主の妹が安井家に嫁いでいて、その子供が長政だったんでこのジャンプアップが実現したんですね。でさらに浅野家当主には養子の女の子がいて、この子が豊臣秀吉に嫁ぎます。これによって長政と秀吉は親戚になります。こうして長政は信長の指示によって信長の家臣である秀吉に仕えることになります。この時代の血縁関係は信頼の証です。秀吉は長政を重用して長政は活躍していきます。長政は主に政治面で活躍します。特に太閤検地っていう大仕事を長政は任されました。今までは各地方の有力者がそれぞれのルールで税金を徴収していました。それを中央政府が全国の国高をすべて把握して統一したルールで税金を徴収していく、それが太閤検地です。このどでかいシステムを長政が作り上げていったんです。こんな感じで長政は秀吉の期待以上の働きをしていました。1598年に秀吉が亡くなると石田三成と徳川家康が対立していきます。長政は家康側につきます。これは増田長盛や夏香正家とかとは違う動きですね。政治担当の人は大体石田側についてるんですけどね。ただ長政は秀吉が生きているうちから石田とは意見が合わなくて結構喧嘩してるんです。で一方家康とは囲碁仲間の大親友だったんです。だからもう根本の相性からして家康の方が良かったんでしょうね。それで長政は家康についたわけです。するとある日増田長盛が浅野長政が家康殿を暗殺しようとしてますって告発します。それで場が騒然としちゃいます。家康としてはこれはなんとか沈めなきゃいかんってことで長政に謹慎を命じます。まあ、切腹とかじゃなくて謹慎処分で済ませたってことは多分長政に暗殺の意思なんてなくて場を収めるために長政に我慢してもらったっていう気はしますけどね。そして長政は家康に従い家督を息子に譲って隠居します。そして1600年関ヶ原の戦いが始まります。隠居中の長政は家康の東軍に加わり徳川秀忠の軍に合流します。やっぱり隠居は形式的なものだったんですね。家康と長政は以後の固い絆で結ばれています。そして戦いは家康の勝利、そして江戸幕府が開かれます。長政は家康に仕えます。そして1611年、長政は65歳で亡くなります。大親友を失った家康は以後を辞めてしまいます。さあ霊勝寺ですね。ここが浅野長政生誕地とされています。まあ、つまり安井家があったところということですね。でこっから浅野家にジャンプアップして、で信長秀吉家康と仕えていったっていうことですね。